角田忠也11月25日から1930年9月2日は、大日本帝国陸軍の軍人、政治家、熊本県出身、最終階級は、陸軍少将、衆議院議員、熊本藩士、陸軍隊員、角田忠也の長男として生まれる。中学最最高、陸軍幼年学校を経て、1895年2月、 陸軍士官学校不評家を主席卒業。同年5月、陸軍不評省委任官、この f 不評第一連帯付となる。1900年12月、陸軍大学校を優等で卒業。1901年6月、参謀本部出資となり、参謀本部部員、フランス駐在、参謀本部付を経て、1904年5月、 第三軍参謀に発令され日露戦争に出生。旅順後為戦から法典海戦まで戦った。1905年5月、陸軍不評調査に進級。1906年2月、フランス駐在となり、参謀本部付、陸大教官、この F 表第三連隊大隊長を歴任し、1911年1月、陸軍不評調査に進級。 1913年1月、奈良連隊区司令官に補いされ、1915年4月、陸軍不評大佐に進級。同年8月、不評第11連隊長に転じた。1919年4月、陸軍少将に進級すると同時に退名、同年8月、予備役に編入される。予備役編入後、衆議院議員に、声優会から立候補し、当選。 1920年から1924年まで、勤めている。漢方第3717号、序任及び、事例1895年11月16日。漢方第4341号、序任及び、事例1897年12月18日。ありがとうございます。